今回は、スズキファンライトフェスタ2018の、GSX-S1000F ですね、これの試乗の模様をお送りしたいと思います。これね、当日の音声と今はこれはね、後で音声だけ別撮りでちょっとナレーションしているんで、またちょっと声がかぶっちゃうところがあるかもしれないですけど、ご了承ください。足つきはいいな、さっきより。これね、さっきよりっていうのはね、これの前に V ストローム650になってますね、確か。まあ、V ストローム650が相当足つき悪かったんでね。これは S1000F は普通に良かったですね。まあ僕は 173.6cm なんで身長が、それで何の問題もなく楽に足つく感じでしたね。もうちょっと飛ばしてほしいな。これね、先導車の後ろ2番手行くとね、飛ばしてもっていうか、先導車がうまい具合に距離縮めてね、スピード出せないんですよね。うわ、加速が違うな。まあ 1000cc あるんでね、やっぱり S1000 音するな。 S1000 と一緒なんでね、加速はポジションもこっちの方がなんかいいな。なんかね、1回目 S1000 と比べての話を言ってるんですけど、なんかいいように感じたのはカウルがついてるから気のせいでそう感じたのか、多分ねポジションも S1000 と変わらへんのじゃないですかね。ちょっと細かい詳しいところわかんないですけど、ほとんど一緒やから、カウルがあるかないかっていう、ハンドルの位置もなんか違うように感じたけど、多分気のせいなんでしょうね、わかんないですけど。まあこれね、今画面映ってますけど、このノーマルのこの小さいスクリーンがどれほどの効果があるのかっていうのは、ちょっとこのスピード速度ではちょっと体感できなかったんですけど、ね、あとフロントカウルは膝元とかどれぐらい風を高速走行した時に抵抗っていうか、風の抵抗っていうか、風を塞いで防いでくれるかなっていうのは、ちょっとこの速度域ではねわからないですけどね。高速道路を走ったら違いがやっぱあるんかもしれないですけどね。ポジションも楽かな。さあ、もう終わっちゃいましたね。2周だけなんで。はい、ありがとうございます。まあこれ S1000F もね、4回乗ってるんですよ、土曜日と日曜日と合わせて。これもね、S1000と同じく、うん、足の位置もステップ当たらへんな、候補になって、まあそれ今の話は V ストローム650と比べてな、 V ストロームがね両足下ろした時に足が当たっちゃうんでね、ステップと、まあ、これ S1000F に関してはステップは当たらなくていい感じでしたね。で、これが次の日の日曜日に乗った、もう雨降ってる日ですね、これ。午前中は雨やったんですね。まあ4回、だからこの日曜日に3回乗って、土曜日に1回乗って、合計4回乗ってるんですけど、まあその4回乗ったっていうのは、やっぱその、購入する候補のね、上位に入ってるんで、ランキング。で、まあ、S1000 と比較して、どんな感じかなっていうので、
何回も乗ったんですけど、あとまあ V ストローム650も4回乗って、 S1000 も4回乗って、4回乗ったのはその3つかな。まあ買う可能性が高いやつを多めに乗ってたんでね。この S1F も結構ね欲しいと思ってたんで、これにしちゃう可能性もまあ高いって高いんでね、何回も乗ったんですけど、まあこの日曜日のね午前中はさすがにこの路面ではね、コーナーはちょっと怖いですよね。直線だけポジション、ライディングポジションと直線での加速とまあね、もっと詳しい人っていうか分かってる人はいろいろねくねくね動いたりして、こうサスペンションの動きとか感触確かめたりするんでしょうけど、まあ、加速はいい感じですね、今言ってるみたいに。ただね、でもなんか S1000 と S1000F と比べるとね、なんかねあんまりね印象に残ってないですよね、 S1000F に関しては。まあライディングポジションが楽やったっていうのはあるんですけど、なんかね迫力っていうか加速の迫力とかね、まあ、この外観のパッと見のこの迫力とかもそうなんですけど、S1000 の方はなんか加速もなんか凄みがあったような気がしたんですけど、まあ気のせいなんですかね、多分中身ほとんど一緒やから一緒やと思うんですけど、なんかあんまり S1F に関してはちょっと印象に残ってないんですよね。いっぱい乗りすぎたっていうのもあるんですけど、ひょっとしたらなんか若干電子制御とかのなんかのちょっと違うのかな、わかんないですけど、あんま適当なこと言うとまずいですね、これ。みんなが見るようなネットに上がっちゃう動画なんで。僕、ほんとド素人なんで、大型免許を3月に取って、これ今4月14日の、14日15日のファンライドフェストなんで、大型初心者です。なんで、あまり言ってることは、大したこと言えないし、まあ、中型はずっと長いこと乗ってたんですけど、ミッションとかもいろいろ。ポジションは楽でしたね、 S1F は。ポジションは楽って言っても S1 と一緒なのかな、ハンドルとかも。ちょっとその辺がわかんないんですけど、カウルがついてるせいか、なんかツアーラーっていう感じはしましたけどね、ツーリング向きっていうか。言ってもね、カウルがついてるって言っても、他にもね R1000 とかも乗ったんですけど、まああれとやっぱポジションはもう全く別物でしたね。 R1000 はお気をつけください。 GSX1000F のお客様に、セミルバイクやった。S1000F に関してはもうツーリング向けのバイクですね。カウルは一応ついてフルカウルになってるみたいなんですけど、サーキットとかでレースに出るような感じではないんですよね、やっぱ味付けとしては。まあエンジンはね、なんか R1000 のエンジンを継承してどうのこうのっていうのはなんか聞きますけどね。ただね、やっぱりなんかあんまり他にね、今こう映像を見ながら思い出しながら喋ってるんですけど、これといってね印象が薄いっていうかね、ガツンと印象に残ってないんですよね。マイルドっていうか、乗った順番とかもあるかもしれないんですけどね、
印象的にはね、S1000 の方がね、ガツンとした印象があるんですよね。うわ、加速もすげえとか、マフラーの音もで、なんかかっこいいとか、うわー、これは、乗ったらかっこいいぞっていうのがあったんですけどね。まあ、S1000 と S1F とほとんど一緒なんで、変わらないはずなんですけどね。なんかが違うのかな。なんかマイルドな感じ、優しい感じはしたんですけどね、なんとなく。カウルルールの顔つきのせいかな。これ今見てても、加速してるときはいかつい感じしてますからね。顔つきだけで、そんな印象を持ってしまったのかな、わかんないですけど。これぞバイクや。まあやっぱね、1000cc リッターバイクなんでね、まあ、大型の中でも650とか7半とか750とかと比べるとやっぱり加速もいいし迫力もあるしっていうのがありますからね、やっぱ。まあザ大型っていう迫力はやっぱありますからね。まあ、言ってもね、これなんか後ろのタンデムシートとかのエッジの効いた、ね、デザインでね、後ろは人が乗るようなこと考えられてなさそうな形なんですけど、まあ、でもね、タイヤとかの太いし、街中で見たこともあるんですけど、やっぱ後ろから見ても迫力ありましたよね、やっぱ。いかにも大型っていう感じの、まあ、エンジンサウンドもそうなんですけど、大きさとかね。まあこのスクリーンはね、なんか社外品で大きいやつとかあるみたいなんでね、変えればまた防風効果とかも変わってくるとは思うんですけど、変わらんとか、S1と S1F は一緒か。防風効果がこの辺だけあるからな。この辺から壁がね、斜めに外側に抜けていってくれる感じなんであれば、多分膝元とかね、高速走行したら、だいぶ風の当たり具合が違うとは思うんですけどね。あのシートはタンデムは後ろ足に乗るでしょうね。まあ一人でツーリング行く分には楽ちんかな。まあ、これフロントカウルもね、なかなかちょっとデザイン的には特徴的といえば特徴的なんですけどね、なんか、まあ、好き嫌い分かれそうな感じはありますけどね。僕は嫌いじゃないですね、好きですね。まあ、だから買う候補にも上がってるんでね。まあ、僕の場合はツーリング、ロングツーリングを主体で考えてるんで、遠出したりとか旅に出たりとかしたいって思ってるんで、それでね、 S1000 とこの S1F でハウルがついてるのがどれぐらいの差があるのかなっていうのがちょっと知りたかったので、乗り比べてたんですけどね。まあ、正直この短い距離のこの速度域では差はあんま感じることはなかったですけどね。
まあいいバイクですけどね。悪いところが特に見当たらないっていう感じだったんでね。そうやな、他にも、まあ、悪いところが見当たらへんかったな。なんかツーリングで考えるんやったらこっちの方がいいかもしれないですけどね。 S1000 買うないやつって。まあ、あとはね、デザインの好みですね、その、あとはね。と、あの、これやっぱね、あの、社外品でスクリーンの大きいやつ変えたりできる、そういう、後でいろいろ変えたりできるんでね、そういうところが大きいかもしれないですね、防風効果を考えれば。まあ、ちょっとね、さっきも言いましたけど、若干印象は薄かったですけど、まあいいバイクやし、悪いところが見当たらず、足つきもよく、リッターバイクの迫力もあって良かったんですけどね。ただなぜかちょっと印象はあまり残ってないですよね。 S1000 の方がちょっと強烈で、乗った順番とかが影響してるとは思うんですけど、全然買うランキング上位候補に上がってます。あ、これちょっとね、これだけ乗ってないんですよ。 SV650 は乗ったんですけど、650これ X やったかなんかいう、あのカフェレーサーっぽい感じの、一回ちょっとね、返り品またがってみたんですけどね、勝手に。ハンドルはやっぱね、ちょっと前傾姿勢になっちゃいますね。これはあの普通の SV650 と比べたらね、ハンドルが違うんだよね。乗れましたね。結局日曜日で21回乗ったんで、ね、土曜日は7回しか乗れなかったんですけど、まあ、SCF に関しては以上になります。ありがとうございました。